組み合わせ回路について説明します。本講義では、RL 直列回路、RC 直列回路、RLC 直列回路という3つの回路を紹介します。これらの3つの回路に対して、静止ベクトルを用いた交流のオームの法則が計算できる。静止ベクトルから電圧や電流の瞬時値が求められる。式計算で求めた結果とフェーザ図の作図で求めた結果が一致できる。この3つを到達目標としています。それでは具体的な説明に入ります。複素電圧と複素電流の関係には、交流回路におけるオームの法則が適用されます。交流回路におけるオームの法則は、こちらの式で表されます。複素電圧 V、インピーダンス Z、複素電流 I の関係です。これらのドットというのは、複素数を表しています。複素数であると言われた瞬間に、この複素数は大きさと位相で表すことができる。または、虚部と実部、すなわち直交座標で表すことができるというふうに、思っていてください。これら複素数で表されている量ですけれども、単位自体は直流の時と同じです。電圧の時であれば、V、ボルト V。インピーダンスは抵抗の時と同じオーム。そして電流の場合はアンペアです。組み合わせ回路の解き方の順序について説明します。まず多くの問題では電圧が情報として与えられます。それは、電源をつなぐからです。現実世界の電圧は瞬時値ですので、このような瞬時値が与えられているとしましょう。この場合にはすぐに静止ベクトルの形に変換してください。場合によって解くのに適した形がありますが、まずはこのようにフェーザ形式で表せるようにしましょう。計算の幅が広がります。なぜかというと、多くの問題では電流や電圧を求めることが多いため、掛け算、割り算の計算が多くなります。オームの法則自体は掛け算ですのでフェーザ形式が適しているわけです。電圧やインピーダンスをフェーザーに直しましょう。回路のインピーダンスを求めます。回路のインピーダンスは初めはこのような直交座標形式で表されていることが多いです。その次にオームの法則に適用するために Z をフェーザー形式に直します。大きさと位相の形に直します。このようにすると、オームの法則から電流は電圧割るインピーダンスの計算を行います。分母がインピーダンス、分子が電圧となります。この場合大きさは大きさ同士、そして位相は分子のものから分母を引けばよいわけです。最終的に実行値と位相で表された複素電流が求まります。最後に、フェーザ形式からこのような瞬時値に変換して、現実世界の電流の波形がわかるようになりました。今回はRL、RC、RLC、直列の3つの回路について説明しますが、すべてここで説明した解き方で計算できます。回路ごとに解き方を変える必要はありませんので、ここでの手順を何度も具体例を計算することで身につけてください。